キャプレよ、サムネにすんだろどうせ。もうちょっとアップがいい。待てよ、これこぼしちゃう。よし。あ、そう、やっぱ、いや、ないと若返る。もちろん、去年だ。飛んで飛んでの人に似てる、まどかじゃねえかよ、それ。あ、用意どんだろう。うん。KP すんで、あんたたち行くわよ、いいわ。KB。プリマ時代のちゃんまに似てる？だからあの頃ひげ生やしてねえから俺。ああ。見ろお前ここ。チュルチュルになっちゃったよもう。ああ。うなってイケメンだったんだな。いや、どうかね、これ。これね、メガネでごまかしてるっていう人と、メガネない方がいいっていう人がいるんだよ。うん。ない方がいいっていう人もいるんだよ。以外若いってかぶってるズラだけじゃねえかそれ設定だろうかそれ。ああ部長に顔似てきたな俺が似てんじゃねえんだよ向こうが似てんだよ。ああ髪もない方がいい。うるせえよ。素材がいい。遊べるもんなだってなお前な。おめえらさ大体俺のパーツでは遊べるだろなあ。ちょっとずらせやさ谷村もやれるしさね。ハゲだの歯抜けなのさ何だっていじれんだからもうただのクソジジイだしさ。老害元ホストうるさいよ本当に。そこまでは言ってないよ俺悪いけど。ああ老害は認めるけどその元ホストが関係ないでしょそんなのは、うん、痩せすぎ。そうでもないよほら俺正月で意外と太ったよほら。ああ、あらやばい。若干腹筋出てんのバレそうだからやめとくわ。ああやばいな。ああこれはまずいんで。はい。さて赤いらっしゃい。痩せてるし体脂肪率が下がっただけよ 2% ぐらい14から12に下がったぐらいかな。体重自体はむしろ上がってるかな。うん。うん。0.1 キロぐらい上がってんのかな。63ぐらいだから、うん、体脂肪率が 14% の時は62ぐらいだったから、
飯食ってるよ。うん、餅こないだだから言ったやんかよ、俺放送で。餅お前十なんだっけ？11個食って、で昨日は昨日でお前あの2合のおかゆを食っちまってよ。七草がゆ。ああ。あっちゃや。ああ。そういや、妻ちゃんが、うなちゃんは顔はいいけど中身はクズとか言ってたな。妻ちゃん、正解。まあでもね、妻ちゃんはね、俺の中身をまだ知るほど一緒にいないから。うん。でも、もしそんな長いこといないのに分かったんであれば、あなたは、多分占い師ができます。はい、餅一つで米一合分。そうだよ、だからそれを俺11個食ったんだよ、一袋1日で。ああ、俺ね歯茎と喉は強いんだよ。あの歯がないから丸飲みに慣れてる喉を持ってるの。歯に頼るやつって噛み砕いて食うから喉がやばいんだよ。俺は丸飲みちゃんだから喉が強いの。わかれるねえ、分かれる？俺の喉は強いの。受け入れ体制ができてんの。マジで。だって入ってくるものは咀嚼されないで来るんだから。ああ。間違いいいわけですよ。ああ。だいたいさ、あなたは誰とちぎりますか。歯のねえやつがお前こんな声出るかよバカ野郎。おい、やってんじゃねえぞこの野郎。あ、分かってんのかよ。あなたのそばで暮らせるならば辛くはないわ、この東京砂漠。あなたがいればうつむかないで歩いていける、この東京砂漠。歯のある人の歌じゃねえか。だから俺はないっつってんだ。なくたって出んだよ。エコーでカバー、エコーなくてもいいよ。うん。いや、俺エコーなしでもいいよ、別に。ああ。そこらへんは。ただ、お前うまいな。俺がなんで東京砂漠入れたかったら、俺絶対誰か気がつくかなって。そこはね、あなたがいればで、うん。さすがだな、お前らやっぱね、ちょっと切れてる。うん。いや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 。そこ取るね。拾ったな。ああ。絶対拾うだろうなと思って、前川清志、東京砂漠行ったんだけどね。ある中で、歯抜けの声じゃないな。なんかね、
聞いていく？女の人の方がさ、よくさ、スナックのババアとかって声しゃがれるじゃん。酒やけとか言って。俺やけねえんだけどな。ああ。うん。女の人の方がやっぱ声帯は元々の声がほら高いから、高いっていうか細いから焼けやすいのかもしんないね。ああ。ふなちゃんふわっちゅおめでとう。ああ、しー。いらっしゃい。お前なんかあれかい？その顔なら女もすぐに作れるだろうに。だからさっき誰かが書いてたじゃねえか、つばにゃんが言ってたよって。顔は悪くはないんだけど中身がクズってだろ？なあ、でもさ、配信者ってさ、ほんとさ、フェイス悪いよね。マジで。いや、あいつら俺の